大聖堂、ビジャデトドス・ロス・サントス・デ・カラボソは、ベネズエラ内陸部の町で、植民地時代には、当時のカラカス州の州都が置かれ、その後は、ミランダ州に属した時期を経て、グアリコ州の州都が置かれていた時期もあった。カトリック・カラボソ大使教区の市教座が置かれている。カラボソは、グアリコ・カワサ岩の広大な平野の中に位置しており、標高は325フィートと低く、 カラカスから南南西に123マイル離れている。町の標高は、金傍の河川の海合部より標高がわずかに高いだけであり、雨季きには雨季きにはしばしば洪水が起こる。真夏の平均気温は27セッ28度と涼しい。金傍には温泉が湧いている場所が複数ある。住民の主要な職業は牧畜業である。市街地は整っており、 直行する格子状の街路が配置され、美しい古い教会が何度もあり、大学と公立学校もある。豊かな牧畜地帯の中央に位置する立地条件から、この街には一定の商業的な重要性が生じている。もともとこの場所には先住民の街があったと考えられており、1730年にはカラカスギプスコア会社の公益所の一つが設けられた。 しかし、多くのベネズエラの都市がそうであったように、19世紀の間、カラボソはほとんど人口が増えなかった。1820年、シモン・ボリバルとホセ・アントニオ・パイス率いる革命軍が、フランシスコ・トマス・モラレス率いるスペイン軍をカラボソで破った。ありがとうございます。